どうも徳さんです。はい、ライパチです。本日は新しいバットのご紹介です。本日はこちら、バン SSK MM23 の18ありましたよね。竹谷さん出ていただいて、はい、まあ、あれ以降やっぱ軟式野球界でもこのバットを使うっていうのは非常に増えましたですね。うちの3番4番もそうですよ、うん、MM23 今年に出るんですね。5ミリ厚くした。あそこ、あ2023じゃなくて違う MM23 っていうのはおそらくウレタン市場も最厚になってくると思うんだけども、ちなみに今回の MM23 ただ厚くなっただけではありません。実はウレタンに秘密が。それは後ほど存分に打っていきたいと思います。一応今日ですね、84センチと83センチ、85センチ、はい、3つを、ご用意しておりますんで、はい、というわけでまずは MM23 の威力をロングティーで試すんですが、海星は MM18 を使っている時に打った打球がこんな感じ。とんでもない打球をいくつも放っておりました。そんな海星は MM23 との違いがよりわかるはずということで、まずは海星に打ってもらう。ああ。いいですね。うん。ここだけ遠いですね。まあまあ、まあ、広いですよ。もう長打警戒です。じゃあそれで今度は MM23 を同じ長さの84センチ。オッケー。軽く感じます。軽く感じる。うん、へえ。軽いのかもしれない。スイングスピード大事にしてる。あ、なるほど。重さよりも。やっぱ4番は。あ、すげえ。音違うね。全然違う。ボンっていう。全然違うね。当たった瞬間の初速がまた違う。MM18 よりも早くこうパチーンって飛んでってくれるみたいな。へえ。わあ。わあ。わあ。ドライブやけどね。フェードかかった。すごいね。いや、言うて飛んでますよ。うわー、やばー。ちゃんと、ホームランやろ、これ。あんなとこ飛んでた。地図で確認してみると、大体この辺りまで飛んでいる。めっちゃ飛んでいる。うわー、確かに速いな、初速。ボールがやっぱ潰れないんでしょうね、これ。打ち損じてはいるんですけど。打球は打ち損じてる感じ。いや、クリーンヒットや。スイッ、うわっ、あ、ナイスアッケー。おお、人々を避けました。ようやく今ご覧のようにめちゃくちゃ飛んでいるんですが、これ実は科学的に MM18 より飛ぶ理由がある。今回この熱くしただけじゃないんです。私工場行ってきました。後ほど お届けしますよ。ウレタンバットってそもそも厚ければ厚いほど飛ぶと言われてるでしょう、うん、M5 球に対して、はい、でね、ただ厚ければ厚いほど飛ぶっていう中でもさらにこのウレタンの調合みたいなものがあるらしくて、はい、調合によって最も厚く最も飛ぶようなウレタンを開発してしまったらしい。それも MM23 ウレタン搭載。すごいな、考えてる。SSK は考えてる、これを 100% とした時に MM23 ウレタンを使った時のもう飛距離っていうのは約 8.4% プラスされるそうです。あ、飛ぶってのが出てる。そう、これよりも 8.4% 飛ぶって、もう外野手大変ですよこれはもう。そんな 8.4% も飛距離が上がったこの MM23、 今度はライパチが打っていますが、ライパチこんなことを言い出しました。徳さんとかね、海星が打ってもあんま参考にならないですよ。ね、打つのが一番参考になるんですよ。あ、そうだ、視聴者代表。視聴者代表。そう、我こそは凡人、俺こそがライパチなんだ、俺が打ってこそこのバットの進化が問われると言わんばかりのライパチ。一体どんな打球を打つのか。お、いいバッティングですね。85のバットだったら今まで一番振りやすいかもしれないですね。あ、それ 85? はい。いい、いい。じゃあ出てるよね、ちゃんとね。出てくるぞ。おい、俺って返そうとかしなくても勝手に中で出てくる感じ。あれ、ホームランすごいクールですね。ホームランですか？タボタボです。あー、いったなこれ。あー、いったなこれ。すげえ伸びていくじゃん。おお、あっさり。まあね、だいぶ先なんですけどね。行ったね。行
ってるね。スイッ、ああいい弾道。兄さん、すごい自覚がないってことでいいですね。要は、はい、今では当たり前になったこの軟式バット、その驚愕の飛距離で軟式野球界の概念を大きく変えました。しかしこのウレタンってどうやって作られてるのか皆さん知ってますか？というわけで初公開、ウレタンバット製造工場に行っちゃいました。製造工程一気にご覧ください。まずバットの金型があります。そこに外観フィルムをはめ込み、その中にウレタンの元となる原液を流し込んでいく、この黒いやつがそうです。ちなみにこのウレタンの原液がどういう風に膨らんでいくか5倍速でご覧ください。こんな感じであっという間にプクプクプクと膨らんでいくんですね。今これカップなので上蓋がない状態、つまり無限に膨らんでいくんですが、先ほどの金型に流し込んでいくとギュッと凝縮されるので高反発になっていくらしい。ちなみにバット用ウレタンと一般的なウレタン、どれだけ弾み方が違うかどうぞ。ご覧の通りバット用ウレタン左側は地面に当たった瞬間に高く跳ね上がる、一方車のシートなどに使われる通常のウレタンはご覧のようにあまり弾まない。こんだけ違うんですね。ちなみに10種類以上の原料を調合しているとのこと。そして先ほど金型に入れたウレタンが固まると、おお、あそうか、膨らんでるから幸せの状態から今パンパンになったと。面白いね。中はこんな感じ。はじめまして。余計な部分はカット、綺麗に揃えられウレタン部分は完成。そして完成したウレタン部分はシャフト部門で組み立てられていきます。初めて思った斬新。こうなってんだ。今私が持っていたシャフト部分 X 線を使って入念な検査、ひび割れなどないか確認。その後シャフトとウレタンを装着、固まるまで約1日程度かかるそうなんですが、固まったのがこうやってできてるんだね。その後グリップテープをくるくるくるっと巻いていき、販売用にシュリンクをつけたら、我々が見るやつだね。そうですね、お店で。ありがとうございます。ちなみにこのウレタンバット開発工程では、特殊な装置やハイスピードカメラで反発のチェックをしているそうです。これ120キロ設定らしいんですけど、こんなにバット歪むんですね。すげー。こうやってバットはできてました。初めてだろうね、業界でね、ウレタンバットを。普段見ることができないウレタンの工場見学、非常に面白かったです。というわけで続いてはフリーバッティング。実は MM23 飛距離だけじゃなくこんなスペックも。待て、あーいい打球だ、あー好きだー。うわーすげー打球だ。おーおーやばっ。うわーそれはえぐい、それはえぐい。試合で打ったやつやな今のは。実際に打ってみて感じたこと、それはマジで操作性がえぐかったです。これある秘密がありました。この厚さが違うんだよな、はい、この分多少ここがやっぱりこうテコの原理だ、だから操作性が出てる。なるほど。さらにウレタン部分がやや下げられているので、このあたりが操作性がいい要因なんじゃないかなというふうに思います。さあ続いては海星、83センチ700グラムを海星は気に入って使っていました。めちゃくちゃ飛ばしてます。どうぞ。うわーやばい、うわーやばい、やばいやばい、ああすぐバリーボンズの気持ちになります。そうだな、バリーボンズっぽかったしな、構えるぞ。わいたー、ハハハ。ああ、ドエモンって人もおおっつって。押し込みが短いほどいいっす。
自分の手で押してるっていう感じが短い方がします。まさにボンズやね。ボンズです。うわしゃー強襲してなお転がっていきます。人種改正だから。うわすげえ伸びだ。これが 8.4% プラスか。わお。うー。おいバッティング、おいバッティング、お、入った入った。18はちょっと硬いのが嫌だとか、ああいう人はこっちの方がいいんじゃないですかね。打感もあり柔らかくもあり、はい、次世代始まった感じするよね。23振りやすさがあってまだ進化ありましたね。あったバットというわけで SSK 最新バット MM23 どうでしたでしょうか。操作性と飛距離両方を兼ね備えたハイスペックバットです。ちなみに4月28日販売開始予定だそうです。4月の1日からも事前予約もスタート。ぜひぜひチェック。